アメリカの皆さん、ニューヨークの皆さん、ジャパンカッツの皆さん、私は日本の映画監督の原達夫と申します。この度私たちの、作った、作品が、ここジャパンカッツで上映されることになりました。とても喜んでおります。この作品はですね、ちょうど1年前になりますが、2019年7月の日本の参議院選挙の模様をですね、記録した映画です。アメリカでは、私たちの友人であるマイケル・ムーア監督が、とても頑張って、選挙に関わっている様子をニュースで私も知っております。アメリカと比べましてですね、日本の政治のシステムがですね、あるいは選挙のシステムが、だいぶ違うんだということは重々承知をしておりますけれども、とにかく選挙というのはですね、民主主義を図る物差しとしてはとても大事な、役割を持っていると思うんですが、正直言いまして、残念ながら、日本人の我々民衆の中においてですね、投票というものが持っている意味についてですね、正しく捉えているかどうかということを言いますと、非常にまだ成熟してないのではないかという不満が私にはあります。したがってですね、投票率も相当低いというのが現状です。で、私は今回ですね、この作品を作るにあたって、私自身もこれまで、政治というか、選挙にですね、深く関わってきたわけではありません。まあ、なんて言いますか、幸運にもですね、今回のこの作品を撮るチャンスに恵まれたわけですが、私が今回のこの作品で一番、ポイントを置いたところはですね、この、候補者たちの言葉です。私にとって、今回の候補者たちの言葉というのはとても正直でですね、刺激に満ち満ちていて、私はカメラ自分で回しておりますが、とてもなんか幸せな気持ちに浸りながら撮影をしております。これは私の映画生活の中でもとても珍しいことです。何が心地よかったかと言いますとですね、候補者たちの言葉がですね、もうそのままストレートにですね、信じられたんですね。とても正直な言葉だったと思っております。皆さんご存知のように、日本のリーダーである安倍首相というのがですね、もう長年、政権を担当しておりますが、嘘にまみれてですね、ひどい政治をこの間ずっとやっております。ですから、一国のリーダーである首相の言葉をですね、民衆である、国民、庶民の人たちはですね、もうまるで信用してないと、したがって選挙をやっても虚しいという気分が広がっております。これが残念ながら、今の日本の我々の現状です。そんなほとんど絶望している、投票行動、一票の重みというものにですね、ほとんど、まあ、放棄していると言いますか、そういう中でですね、今回私たちがカメラを向けた候補者たちがですね、放った言葉っていうのがとても新鮮だったわけです。だから、1年前、ある種ブームのようになりました。これまで選挙に対して、無関心だった人たちがですね、なんか本当に、たくさん集まってですね、言葉に耳を傾けたわけです。その結果がこういう作品という形になりました。作品を、私たちは作って1年経ちます。残念ながら、政治というのは目まぐるしく変わってきます。もちろん目まぐるしくというのは権力者たちの、力によってですね、民衆というのはいつもコントロールされています。その、政治権力の腐敗がですね、ますます進んでいるという現状の中で、政治というものが、揺れ動いております。ですから私たちにとりましても、この作品はですね、多くの民衆がもう一度政治にですね、目を向けようじゃないかという、言ってみれば
なんて言います？原点というか、再スタートを切った記念すべき、選挙の、これはモニュメントだというふうに思っております。さて、この私の後ろに、見えますこれオリンピック競技場ですが、これがですね、今日本の中で、オリンピックを開催するのかどうか、今は、延期ということになっておりますが、多くの人たちはですねオリンピック中止だというふうに考えております。オリンピックに、巨額のお金を使うよりは民衆の、生活を立て直す方が優先するんだと多くの人が考えております。私も、そう考えております。巨大なオリンピックの設備、ね、こう作ったばっかりですが、こんなものより早くコロナが収まってですね平和な日常が、取り戻せるよう、アメリカの皆さん、世界の皆さん、そして我々日本の中でもですね、暮らしを取り戻したいというふうに願っております。まずはこの作品を見ていただいて、いつの日か、平和について、議論ができるような場ができるといいなというふうに思っております。今日はありがとうございます。オリンピック中止。